さあ、はい、始まりました。おこたしゃべりでございます、はい、本日もよろしくお願いしま す, お願いします。収録会でございます、はい、自己紹介させてください。はじめまして、プロダクション人力車所属、芸歴7年目のトリオ、トリスカタンのツッコミ担当、森本です。そして吉本クリエイティブエージェンシー所属、芸歴4年目のトリオ山大輔です。はい、4年目7年目と芸歴は違うんですけども、もともとせいや、ちょっと待ってください。うん、今のは流していけないんじゃないか。いや、もう HG さんのそうですね、確かに確かに。ヘイとかだったらそうないんですけど、セイは完全にレイザーラの HG さんなんで、うん、そうです。この毎回さ、この自己紹介の時に、はい、この独特な相槌を入れて、その僕が引っかかるかどうかのチキンレースやってますけどあ、よく気づいたねいや、もう本当に別に止めようと思えば、どれだって止められるんですよ。あ、そうですか。さすがに毎回やってるんでね。ウィとかそう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 、はとかそう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 、いや、歯についてはいや、もう毎日やってるからさ、もう歯ではないの、絶対毎日やってるからこその歯ですよね。また今日も言ってるよっていう歯っていうことだね、多分ね。は今の歯は正解の使い方、今のは正しかったよ、認めてやろう。だから初見の人に向けて、分かってる分かってる分かってる。だからもうギリギリ、初見の人が違和感持たないようにしないといけないですから、はいはいはい、セイって言ったらさあ、なるほど、この人は相槌セイなんだよし、じゃあ見るのやめようっていう人がいるからねあ、オッケー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 、そうかそうか、 HG さんだから成り立つやつだから、そうだそうだ、そうそうかそうか、すいませんね。はい、というわけでしっかりやりましょう。4年目、7年目と芸歴は違うんですけども、もともと同じ時期に人力車の養成所に通っておりまして、すいません、ゼロにしろとは言ってないです。違う違う、もうなんだよ、今のは絶対会議でも怒られてないやつよ。なんで食べたんだなんで食べたんだいや、例えが出なかったとかは分かるんですよ。会議でもはもう例え始めたじゃん、もう言っちゃってるからね。だからもうあとは言うだけなのに、そうそうそう、なんで食べなかったんですか。はい、怒られるがね、うまい中で、しばかれるが出てきて、なんかおかしいなと思って、ちょっとローディングに時間かかりました。怒られるの。会議デモの瞬間に、しばかれるみたいなの出てきちゃったから、ちょ、それはちょっと違うなと思って。別にあんま会議でしばかれるイメージもないし、ね。そう、だからちょっとブレちゃうでしょ。だからちゃんとプロなんで、そこは変更しました。伝わりやすいワードに変えました。プロなら、その変更までのプロセス見せないんだ。ローディングがちょっと素人だっただけで。ワードを変えるという発想はプロです。ね、あ、すみません。パソコン。あ、いやいや、大丈夫です。多分ない、なかったと思う。パソコンですか。ごめんなさい。ええー、とんでもないです。あ、大丈夫です。収録なんで、大丈夫です。すみません。失礼しました。ええー、とんでもないです。すみません。会議でも、水を怒られる。続けるな。何事もなかったから。ノーカットでいきます。会議室ね、はい、使わせていただいてるんで、そうそうそう、その前に使ってた方がね、ちょっとパソコンがないと。パソコン忘れたないですよね。ないと思います。何もなかったもんね、ここね。うん、ここがないっていうので、ないって今、みんなが思ったけど、まだ上見てないからね。あるわけねえだろ、お前。よし、ちょっと作業も終わったから、よいしょってやるやついないだろ。そんなやついたら、お前、会議で怒られるわ、お前。おー、出た。出てねえよ。やっちゃったよ。え、出ちゃった。ごめんなさい。今のはあれですか、おこたとこの拳と拳を付き合わせたんですか。そう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 、やったねっていう。やったじゃんっていう。あ、画面で、じゃあ今こう見てくれてる方もこうやっていただければ、こう、そうやってるやってる。グータッチができる。はい。やっちゃったよ。はい。というわけで。うまいこと言っちゃったよ。うまいこと言ってねえよ。うまいこと言っちゃったら今のやばいんじゃないかな。うまいこと言ってたら、うん、もう自己紹介終わってんだよ。うまいこと言ってないから、そうそう、今こんだけ自己紹介に時間がかかる。まだ名前言ってねえわ。あのうまい人誰なんだろうと思ってるわ今のとこ。で、名前は言ったんじゃない、言ってないか。名前言ってない言ってない言ってない。あ、言った、吉本クリエイティブエージェンシー。言いましたよね。言ったわ、はい、うん、ダメだこれ。もうダメだ、終わらんか。ごめんごめん、うまいことしか言えなかった。ごめんごめん、うまいことしか、ごめんごめん、それしかできないんだな。決定というか、4年目、7年目と、そうそう、
やり方は違うんですけども、そうなんですよ、もともと同じ時期に人力車の養成所に通っておりまして、うん、JCA ね、から、いろいろありまして、数年後彼が吉本の養成所に通い直しまして、はい、現在芸歴4年目という4年目なんです。オフィシャルな芸歴は違うんですけども、はい、そうそう、同期扱いでやらせていただいております。 そうなんですよ。そして私鳥山というんですけども、うん、このコタシベリではスカコという愛称で親しまれております、うん、それはですね、僕のこの髪型眼鏡輪郭がですね、うん、渡る世間は鬼ばかりなどで有名な脚本家の橋田スカコ先生と酷似しているためという理由でございますね、うん、そうです。そして、うん、このコタシベリをご覧になっている皆様を、うん、おこたと呼ばせていただいております、はい、以上よ基礎情報でした。はい、というわけで、はいはい、ようやく始めることになりました。始まりましたね、5分30分かかりましたけども久々のね、収録回ですよね、うん、そうだね、1ヶ月以上やってなかったじゃないですか。そんなやってないですか、うん、ってことは、1ヶ月以上生配信休んでないってことですか、うん、そうだね、嘘だろ、暇だったんだね、嘘だろ収録回があるってことは、ありがたいことにお仕事があるってことですから。そうですね、そうそうそう、なかったってこと、まあ、生配信できる時間がもうない、そう、もう絶対に物理的に無理だって時に収録回流してるんですけども、仕事はまあ暇だったということで、ね、マジですね、会えてるってこと、毎日1時間会えちゃってますねこいつがね、大変なことに会えちゃうんだよな、大変ですよ、本当に。今日会えねえんじゃないかと思って毎朝起きるんだけどね、何時に空いてるよとね、うん、連絡が来るから、うん、まあ、こっちは空いてますからねそれができるんだって連絡来ちゃえば会えちゃうんでね。それができるんだよな、ね、やっぱこの狂気の配信量はやっぱあなたがキーパーソンですよね。そうそう、都合のいい男だからね、本当に呼ばれりゃ行っちゃうから。フットワークバクカルですからね。バクカル、でもこれ以外行かないけどね。だってあなたね、うん、フットワーク軽すぎて、うん、あのよく見るとドラえもんみたいにちょっと注意抜いてます、ね、あ、浮いてる、軽すぎて、軽すぎて、そういう軽いの、あれ物理的に足が軽いとかじゃないでしょ、別に軽いんです軽い、軽やかなんですよ。あ、雨の日とかいいよね、はい、うん、ないからね、ちょっと浮いてる感じでね、うん、そうなんですよ、本当に。そうそうそう、フットワーク軽いけど、でもこれ以外の人、おこたしゃべり以外の人は僕フットワーク軽いと思ってないですからね。そうなんですか。だってこれがあるから誰も誘ってくんないし、うん、なるほどね、そうそうそう、そうかそうか、どうせ来ねえだろう、おこたがあるからと思ってね、うん、そう、だからお酒とかもね、うん、飲まなくなったでしょ、だいぶ飲まなくなった。もともと結構飲んでたっけ。もともとね、はい、まあ週1ぐらいはね飲んでたから、はいはい、うん、あ、そうか。まあでも言っても週1か、言っても週1、うん、そんな新しいとこ飲み会とか全然好きじゃないんで、うん、まあお酒の好きな友達と週1回会えば飲むかなぐらいの感じ、うん、付き合いで程度、ね、全然、まあまあ、だからよくこう、うん、なんていうの、その、うん、いろんな偶然が重なってさ、うん、そうだね、今これができてる、本当にそうだね。まず家が近い、そう、家が近いで、うん、でそのお互いお酒別に、別にそんな僕は夜遊び別にっていうっていう、ね、うん、で、あの、まあ時間があると、時間がある、はい、たまたまね、うん、で時間作る、時間作る、作っちゃう、作っちゃう、たまたまね、そういうのが全部重なって、そうだね、そう、いや何より一番よ、一番は苦じゃねえってところ、あ、それ忘れてましたね、それが一番よ、それ結構言われるんだよな。いやだって他の人たちでも今はそれまでの条件クリアしてる人は結構いると思うよ。まあね、そう、酒飲めないとか別に飲み会とか別にあんま行かないで、うん、家が近い芸人さんとか多いじゃん、うんうん、でもこの配信を毎日やるっていうことが苦じゃないっていうのはでかいよね。確かにルームシェアしてる人だっていっぱいいるからね。そんなのできるはずだもんね、うん、本来ね、その条件で言ったらね、うん、途中からやっぱ苦になるんですよ、4日目ぐらいから、うん、うん、相槌でねえって言おうとしたところ、うん、めえってめえ羊か、めぐみの人、どっちか、どっちかで今僕は悩んでるんですけど、どっちかな、わかんないなぁ、めぇ、いや、ごめんなさい、ごめん、これ収録回だから、あの、いつもみたいにこの巻き戻して確認できないんですけど、はい、ごめんなさい、これに関してごめんなさい、言ってないです出たよっていうことは確実に言ってるから。いや、ごめんなさい、言ってないです。これに関しては名とは言ってないです。僕は何回言ったんですよね、はい、ルームシェアしてる人もいるもん、うん、ねえ、うん、名オリジナリティ出ちゃったな、あいつちに最初の自己紹介の時はわざとですけど、今のは別にわざとじゃないし、っていうか多分言ってないですね、今回に関して言ってないですかね。皆さんはあの戻せるからよかったら戻してみてください、はい、戻していてください。うん、言ってないな。あ、言ってないですかね。言ってない、意味わかんないもん、名って急に言い始めるボケで、ボケじゃないか、考えられないもん。いや、そうなんですよ、ね、
ねえなんて言う人いないでしょ。そうですか、ね、じゃあ僕の聞き間違いかもしれない。間違いはちょっと気をつけてください、本当に。多いですからね、それ。ないんですよ僕が今まで聞き間違えたことないんですよ。あれ逆にすごいよな、うん、こっちはね、本当に言ってないと思ってる、ね、違かった時なくない？ない。まあ YouTube になってからじゃないと生配信巻き戻せないから。でもまあインスタの時もね、終わってから確認したもんね、2人で。まあそうだ、終わってさ確認したら本当に言ってる。今考えるとさ、うん、あの YouTube になってからさ、うん、生配信で巻き戻して、うん、見れるよ、見て、お前が絶対言ってないって言って、はい、言ってない。で僕も毎回不安になるんですよ、はい、そんなにもうごめん、ちょっとさすがに持っちゃったかなって。ちょっと話も中断するわけじゃん。そうそうそう、僕これ毎回さ、ある程度の一定のラインいかないと、うん、やっぱ中断はできないから。そうそうそう、中断しないね、名ぐらいいかないと、名とか言わないと、デーンとか言わないとね、とか言わないとやっぱ中断できないから。これはやっぱリスク伴うんですよね。なんだよデーンって。待ってくれ、おい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 、今日の前半うまいこと言ったやつと思えないよ。言ってねえんだよ、うまいことなんて。あんなうまいこと言ったのに、綺麗な回収したのによ。そっか、しかもその回収、僕の発言をこう、うまいこと回収するのが分かる、うん、自分でやってるやつは自分で回収してたからね。そうそう、セルフサービスで回収してたから。1点目はミスだからね、うんうん、そう、ミスをなんとかギリギリ人様に聞かせられるぐらいにしたっていうだけで。その生配信でさ、こう、うん、やディエンとかさ、メイとか言ってさ、で巻き戻してさ、聞いて、ギャッギャッギャッって言ってるじゃねえか、ギャッ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 って。っていうのがまあたまにあるじゃん、はい、あるよ。それをさ、インスタ時代はさ、うん、そのインスタライブってそのまま巻き戻せないからさ、巻き戻せない、全部終わった後、うん、ちょっと聞いてみようかって言って、うんうん、聞いて、うん、キャ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 って配信外でやってたと思うと、そうだ、恥ずかしすぎるよ。何それ。今はなんかまだ見てるから それも込みで面白いけど、 それも一応まあエンタメの一つにはなってるけど、偽物になってるけど、うん、あれどこにも出してないからね。出してない、そうだね。終わった後に本当2人で聞いて、で1回じゃないからね、うん、4回ぐらい繰り返して、そうそうそう、4回全く同じ量の笑い方する。そうそうそう、あれはひどい。よし、じゃあ帰るわって。あれはちょっとひどいな、うん、ひどいです。 YouTube になってよかったわ、マジで、ね、うん、あれをね、確かにな、2人がさ、うん、誰も見てないところでやってたって思ったね。そうだね、うん、1回さ、うん、今年より始まって1ヶ月ぐらいで、うん、年越しの時に、うん、2018年になるじゃん、はいはい、魂その小橋川さんという先輩が来てくれて、はいはい、あの人がその配信終わり2人でこう見て笑ってるのを、はい、なんか写真撮ってくれたじゃん、はい、あれぐらいじゃない、世に出たの。あ、その配信外の、うん、あの意味ない時間、うん、それに関しても僕は忘れてます、うん、おい忘れな、先輩が先輩が写真撮って写真撮ってあげてたよ、なんか、うん、全然覚えてる。俺の登場見て笑ってるわみたいな感じであげてたよ。俺の登場見て笑った。二人が笑ってます。じゃあもう別にミスとかなくても、そうそうそう、見てたんで、見てる。あそこよかったなっつってもう一回見ようぜっつって見てたんだけど、祝勝会みたいになってたの毎回。あれちなみにあれですかね、2018年だって最初の出来事ですからね、うん、そうか、そうだよ、2018年になるっていうね、年越しの瞬間をね、そう、今年はやってたんですけど、 そう考えるとすげえな。だって12月その月に始めたんだよね、うん、そうだよ。でもう年越し配信だ、なんかイベントみたいなことやってね。なんでだよ、なんでだよ、本当に。だからその時からだからおこたの人はそうついてくれてたってことだよね。そうそうそう、うん、初回の配信狙ってなんかクリスマスやりますとかは言ってたよ。マジ初回の配信だよ。なまたやってくださいみたいなさ、その時は毎日やるなんてあっちも思ってないからさ、そうだ、ね、まさかこんなになると思ってないから、うん、次いつですかみたいな、うん、もしかしてクリスマスやっちゃいますかみたいな、うん、25日後なんだよ最初言ってんの、その大体そんぐらいのペースなのね、あっちからしたら、まあね、うん、次早くてクリスマスですかねみたいな感じでしたけど、うん、3日後ぐらいにやったからね、すぐね、うん、クリスマスもちゃんとやったし、で3日後もさ、うん、ちょっと我慢したもんね。我慢した、さすがに次の日とか気持ち悪いなと思って、2日後は引かれるだろうと思って3日後やって、できるのにやって、で確かだけどその中で、うん、いや、 やりすぎだろ俺ら、いや、痛いな、言ってた、強がってた、そう強がってた、3回目4回目とかまでそのボケとかやってて、そうだね、うん、やりすぎだろみたいな、1日ぶりとかかい、2日ぶりにやるんかいとかやってたけどさ、もう徐々にね、もうそう、もう12月の
中旬とかにはもう毎日やってたもん。やってた、うん、後半はもうほぼやってましたよ。だから前半12月で確かね16回やってるんですよ、2017年の12月、はいはいはい、1日から始まってね、覚えてますね、16回やってるんだけど、だ前半はそれこ そ3日あげてとか4日あげてとかやってるけど、16回ってことは後半はほぼ毎日やってるんですよ。だから持ったの2週間ぐらいなの。持ったっていうの通常の人間のペースが持ったのが毎日やるのを持ったっていう。違う違う違う、3日4日開けるのを持ったのが2週間ぐらいの限界だったの俺たち。そこからもう我慢できなくて毎日やっちゃってるっていう。だって覚えてるもん、うん、毎日やりだした時に、うんうん、第一声、うん、僕の、うん、油断してたんだろ。ああ言ってた、2日連続やった時ね。そうそうそう、最初に初めて2日連続やった時、まさか今日やるとは思ってなかったな、うん、みたいな。でまあどんどんね、あの見てる側も麻痺してってね、うん、そうそう、今日やらないんですかみたいなことにもなってるしね、うん、で初めてなんかあの今日やりませんのツイートした時、うん、いいねがすごかったもんな。そうそうそうあれは何のいいねだったので、ね、やるときよりもいいねすごかった。今日はよく寝れるっていうことで解放されたっていうね。マジで意味わかんないことが起きてますよ、うん、そう考えるとまあ、うん、狂ってはいるよな。狂ってますね。それがまだ続いてるわけだし。そうよ。で、なんだったらそれのイベントやって。そうよ。で、さらになぜかお芝居もやるっていうね。そうですよ、お芝居やるんですよ。いや、なんかお芝居をやってて、うん、お互いなんか劇団に所属しててみたいなんだったら、うん、おこの二人がってなると思うけど、ね、別に何のお芝居の定評もないというか、まあ、あなたはちょっとね、吉本でやってもらってるけど、うん、それがマックスじゃん。マックス。吉本でちょっとたまにやってもちょっとたまに出るぐらい、うん、本当に。それでなんでお芝居やってんだよっていうのありますけどね。まあコントやってるし。まあね、コントとはやっぱ違いますけどね。そもそもなんで芝居が始まったのかマジでわけわかんない。確かになんでなんだろう。なんか結構普通にさ、うん、今なんかね、うん、今月、うん、収録これ今週の土曜日ね、はい、うん、今月やるじゃないですか芝居、はい、今年もやります芝居みたいな言ってる、うん、あ、今年もやるんですねみたいなって言うけどさ、うんうん、いやおかしい話なのよ。 そうそもそも結構疑問持ってほしいっていうね、そこに。怖いよもう今後、うん、その来年あたりさ、うん、来月のバンド活動なんて言ってる可能性あるから、ね、いや、ありそうだよ、次の対バンどこですかみたいな言われてる可能性あるよ。ですね、来月おこたバンドがなくて芝居がありますみたいなごめんなさい、マルチとかバンド休んじゃいます、違う違ういう感じになっちゃうかもしれないよ。マルチぶってるけど別に全部レベル低いのよ、うん、で、毎週末やってるおこた大道芸なんですけど、うん大道芸まで行くの俺たち。今回は、本物の芸人さんなの。金土日で3日間やらせていただきます。やるなそんなに道でやって、はい、道でやって、配信する時はカラオケ入った。カラオケ入った意味わかんないよ大道芸とかできたらいいけどね、あんな一芸があったらいいですよ。そうですよ、あれすごいよね、食っていきますからね、食っていきますからね、うん、道端でね、どうなっていくのかっていうのはね。確かになって結構この1年半だけでもだいぶ麻痺してるからね、うんうん、分かんないけど、おこたザ・ムービーってね。ああ、でも本当に、うん、ありえますよはおこたザ・ムービーありえるんですかいや本当に、何おこたザ・ムービー、何それ。だってじゃあ言ってしまえば2017年12月1日に始まった時にさ、そのおこたザ芝居やりますとか言ったらさ、今のとなってて、お前強くて俺がありえますとか言ったら、なんだよそれって言ってたけど、今それが当たり前の話になってたから、おこたザムービー2とかやるかもよ。あー、いよいよ2なんですねみたいになる、うん、それが普通になってくるね。撮影期間さ、うん、パッて始まったら、うん、結構セットみたいなのになってて、はいはいはい、今休憩中です、休憩中で今配信やってます休憩がね、我々2人、たまたま8時間あるんで主役じゃないのっていう、投げまあそうね、何か別に主役いそうじゃないっていう芝居も2作目で主役じゃなくなりましたおいおい、一人歩きしてってるわ、おこたが。もうおこたしゃべりじゃないもんな、うん、もういよいよな、うん、芝居とかに関してはな、うん、だからまあその友情出演的にね、なってるかもしれないし、ね、いやでも本当そうだ、うん、見てる人もそうですけど、うん、それこそ吉本の芸人の先輩とかも、うん、もう麻痺してるもん全員、うん、もうまずおこたしゃべり、うん、最初はなんかすごい配信やってんねとかよく言われてたの、うん、毎日でしょ、ああそうですとか言ってもうないし、まあね、そして今日ないのだなるし、うんうん、でちょっと会って、うん、なんかやんのみたいな言われて、うん、あ今度おこた芝居やるんですよ、うん、へえ
みたいな絶対おかしいじゃん芝居は絶対まだ食いつかないといけない、ね、2回目だからまだなのに、あ、へーみたいな、へー芝居やるんだ、うん、結構なんか違い方形みたいになってきますよ僕らなんてはね誰も興味がなくなってきたもうなんかでも何してもなんかもうまたやってらみたいな感じになってるからイベントもね今度はあれかな、あれもやるか、うん、じゃあ何水泳大会小倉優子さん以来の、うん、おこた焼肉店新宿の歌舞伎町に出しますか、焼肉屋を出すっていう、あの働くの俺たちが、いや、なんの名前貸し、いやいや、誰が借りたいんだよ何の宣伝効果もないからさおこたも毎日来ないだろ、あれしたいわ、あれ夢だわ、何あのいきなりステーキさんとコラボ、ああそれはしたい、うん、それはしたい、我々ね若手芸人では結構行ってる方ですから、うん、そうそう、いきなりステーキね、社長がね、一ノ瀬社長さんがね、一ノ瀬社長、まあ皆さん見たことあると思うんですけど、はい、看板とかね、あの横に僕らがね、はい、うん、看板に看板に、いや普通なんかエプロンとかにコラボしてる、なんか、ああ違う違う違う、乗ったりアベンジャーズとかもコラボしますけど、してたけど違う違う、社長の後ろでこうそれもう幹部です大量の生肉持っていきなりステーキの幹部の人だ創立メンバーの誰かな、うん、そんなんコラボできないかな、うん、いやできたら最高ですよね、したいな、うん、そのためにはね、どんどん我々がねこうビッグになっていけば、うん、可能性はね、うん、でかくなりますから、そうだね、うん、なんでビッグになるって言った時、うん、すっとんきょうなことを言ってるなみたいな、何の話だろうと思ったけど、あ、そういうことかと思ってOKOK、なんとか納得しましたよ、なんとあなたどうなるのがベストなんですか、どうなる、そうそうそう、あなた未来の話ですか、そうそうそう、未来の話はあれでしょ今してただろ割とムービーありますよみたいな言ってたじゃん、未来の話やめましょう今だから大事なの今今いやだからどうなるんだろうっていうの思いますよね、未来は本当どうなるんですかね、マジあなた本当に今いない芸人になってますから、わからない、ね、いないタイプの芸人やってますね、そうだよね、うん、まあ一応こたまあプラスアルファでやってるっていう、うん、僕はあ、トンツカタンも違います違います、トンツカタンメインで、あっちメイン、本業の、あ、そうなの、コントの方メインでやってて、珍しいね、違う違う、あなたなんです、珍しいね、あなた今唯一無二の芸人なんですよ毎日のノーギャラの配信を軸に、うんうん、そうそう、軸軸完全に軸ですね、これがどうなっていくのかマジで知りたいというか、ここからまあ動ければいいけどね、うん、なんか派生してね、そうね、派生してというかまあ、うん、まあ、もう喋りたくてこの世界入ってますから、はい、夢は叶っちゃったんでね、うん、この世界入んなくてもこれできんのよいやでも僕らが芸人になるときはないから、こんなシステムもないし、まあね、こんなできるなと思ってないし、ありがたいよね、こんなのができてさ、うん、めちゃくちゃ良かったもん、それまあ一般の友達とやってもこんな見てくれないでしょ、まあね、うん、一応だから一応仮にも芸人さんとやらせてもらってるから仮じゃなくて本でやってるんですよあ、本でやってるね、そう、本で芸人さん、あなたも本で芸人ですから、あ、ありがとうございます。そう。ありがとうございます。そうだったんですね。そうかそうか。そうですそうです。一応吉本に席は置かせてもらいますから、はい、そうそう。芸人としてやってますか、我々二人は、ね。確かに。でもなんかもう、もともとね、二人で喋るっていうことやりたかったんですよ。うん、この世界に入ったのは。うん、もう結構それが、ね、それがメインだったんですよ。それはだってもう1年目の時から言ってた、ね、ずっと言ってる。そう。誰かと二人でおしゃべりをするということをやりたくて入ってきて、うん、だ誰がいいかを探してる期間ですよね。6年ぐらい。吟味しましたね。そう、誰かな、こいつ、うん、いや、こいつ毎日は無理だな、うん、みたいな、そう、あ、もう毎日は視野に入れてたの入れてないけど、入れてないけど、なんか、そのバランスがあるじゃない、キャラが強すぎる人を毎日とか、頻繁にはできないのし、その、長くやりたかったからね、やるなら、絶対に、うん、と思ったら、ちょうどいい、ちょうどいいの、うん、え、0年目の時会ってたやつかいっていうね、ま、一周もあるよね、ゼロ年目、誰ですか、そのツッコミ、自分の中で、自分の中でだ人力車行って1年目2年目とかフリーも経験してね、うん、結構いろんな事務所の人と絡んだりとかして、うん、で、4年目の時吉本行って、うん、吉本でもう何百人会って、はい、吉本の先輩後輩とかも、はい、延べ1000人ぐらい会ってんじゃないかな、そうだね、会ってるよね、会って誰がいいかなと思ったら、いやいや0年目の時会ったやつかいっていうねお前が最初会ってたやんけおいっていうなんだろうね、うん、そう、そういう感じはありますよ、うん、いい映画みたいなね、
もう手に入れてたみたいなね、うんうん、後から気づくみたいなね、そのうん、いい映画って例え、うん、悪い例えだね。いい映画ね、うん、悪い映画じゃないよ、いい映画。いやなんか各々で想像してください。あのそのタイトル名言うとか、うん、いや各々で例えてください。それはあ、そうなるとネタバレになっちゃうか、最後そういう感じになるのか。あ、そこぼやかしたのか。そこちゃんとぼやかした。あ、ごめんなさい、それはいい、悪かった。当たり前じゃないですか、うん、そうそう、ワンピースみたいなね、ピース、ワンピース、そう、ワンピースみたいな、完結してないよね。最初の村でシャンクス会ってるんかいみたいなね、うん、そうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。いや、それシャンクスが、うん、その麦わら海賊団のメンバーになってたら、うん、あ、ネタバレになっちゃうか。うん、まあ、いいか。諦めんな、まあ、諦めちゃダメだよ、まあ、確かにね、今あのシャンクスとルフィは毎日生配信してますから。してないわ。ですね。そのシーンもあるんで、してない、してない、うん、するわけないの。さあ始まりました麦わら海賊団と全員で始めましょう。今日はゲストのウソップです。どうもよろしくお願いします。あー、それな、お前なとか言って、いや、それやんな、自己紹介でみたいな。やってるよ。おもろい世界ですね、うん、そうなったら、うん、そうですよ、うん、でね、6年、7年、はい、吟味に吟味を重ねて、そうです、今やってる配信で、うん、お前が相づちでめぇって言ってると思うと、まあ、それがやりたかったかな、感慨深いですよね、うん、だからめぇとかをちゃんと突っ込んでくれないといけないし、うんうん、何より諦めないでほしい。諦めないやつを探した、忍耐強いやつ。僕と毎日行っても大丈夫な忍耐強いやつを。何人か死んでるからね。普通だったら諦めるんですか。何人か死んでるから。あ、そうなんです、うん、もうギブアップしてるから。 LINE もブロックするぐらいのギブアップ。 LINE で何しでかしたの。もう鳥山も無理だよ。何しでかしたんだよお前は。3日限界だよみたいなやつ多かったから。はい、そしたら森本は忍耐強かったから。そうですか、これはちょうどいいなということで。そうよ、まあでも長くは続けていきたいですよね、こんだけやってんだからね。それは長い方がいいって、うん、こういうのは絶対長い方がいいなって。あ、そうなんですか。そう、大体そうだよ、うんうんうん、短い方がいいことはないか。まあ当たる前、うん、まあ短くて伝説になるっていうのもありますけどね。もうその期間は超えてるし、そう、別にそのぐらいの短かったらいつの、いや短く、もし僕ら1ヶ月でやめてたとしたら、うん、本当に伝説でも何でもない。何だったんだあれ。あれはこんだけ続けてイベントとかもやってるから。、うん、なんとなく他の芸人さんとかもこう認知してくれたりとか、ね、なってますけど、うんうん、あれ1ヶ月やめて意味わかんないよ。確かに続けないと、こんだけ1年半続けてやっとですから今。そうだ ね、 ね、登録者も増えてきて。確かに確かに、もう本当継続は力なりを字、ね、で言ってますからね。そうですね、これを見てもらったら分かる、はい、うん、継続は力なりっていう言葉がこういうことなんだっていう、うん、まだ別に力にはなってないですけど ね、 ま、 だね。まあまあまあシビアに言うとね、シビアシビアに言うとね。あ、じゃあなんて気が向いちゃうから。シビアと未来 NG だ。ダメダメ、気がめいっちゃうから。考えないように生きてんだから、なるべく。あ、そうですね。そうよ、はい、当たり前でしょ。考えずにもう毎日配信だけを続けてっていう感じですよね、うんうん、これでどう、これでもしね、うん、なんかあなたがこのきっかけで、うん、わって売れたりしたらもうめちゃくちゃ夢ありますよね、うん、そうだね、ごめんな。は？何ですか。いや、だから俺だけだもんって言っちゃったらごめんなっていう。いや、そしたらいいよ。いや、それはいいですよ。でも、そうなっても続けてくださいよ。あなたが一人で売れちゃっても。当たり前じゃん。はい、あなたが一人で売れる。そんなことないだろ、みたいな顔を。いや、まあ、そんなことわからないからね。まあまあ、まあ、マジで全然わかんないわ。そう、わかんない。マジであるから、ね、準備しとけよ、その時は。はい。それぐらいのやつが売れたりする世界ですからね。まあまあ分からないよね、うん、本当にね、うん、気づいたら売れてた、ね、そうだね、うん、なるべくまあ長いことやって、はい、まあ何年後か分かんないですけど、はい、と武道館とかでやりたい。そう、もうバカみたいな未来は OK なの。未来 NG だけど。バカみたいな、シビアな未来はダメ。あ、そう、リアルな未来はやめましょう。そうか、そうか、うん、バカみたいな未来は OK ですよ。でもね、オードリーさんだってラジオで武道館行ってますから、あれとか見るとね、うん、いいなと思いますよね。武道館ね、うん、武道館流れたら何回噛むんだろう。
いやすごいんじゃない、大緊張するでしょ武道館なんて。やっぱ緊張どうなんだろう、何周もするんじゃないかな、うん、爆発っていうかこれは伝説ですね最後武道館で爆発して終わる、どうもバーンうわー以上私たちでした、締めれるかそうなりたいですよね。はい、終わった30分きっかりに終わったさん収録会でございました、ね、いかがだったでしょうか、うん、たまにはねこういうのもなんか今日はお題もなしで喫茶店トークみたいでしたね、うん、そうですね、なんかね、うんうん、普段以上にね今日あったこととかでもなかったね、ダラダラとダラ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 続いたら30ダラ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 言ったな、ダラダラですよ、ダラダラを長引かせる才能はついたと思いますね、うん、それはそうだ、それはある、なんかダラダラ音声聞かなかったらダラダラしてないような雰囲気を出すことは成功してる気がする、何の起伏もないです、うん、すごいエピソードとか話してる、空気は出してる感じです、うん、うん、確かに、ね、空気だけだし、うん、で最後の最後のバーンってなんか盛り上がってる感じもあるしね、そうそう、あ、受けたんだ落ちたんだっていうね何の振りも落ちもなかった急に爆発っていう単語出してそう、なんかヤバそうな単語だけ出して過激なね単語出して盛り上がった空気出しましたけど、はい、はい、というわけで楽しんでいただけたら幸いでございます。というわけで、最後までご覧いただきありがとうございました。以上、ここたしゃべりでございました、うん、さよなら、さよなら。